どうやら、はい、行きそうですね。一旦少しこのダグアウト裏に下がっていたんですが、また戻ってきました。この試合途中から守りに入っていました吉村、今日最初のバッターボックス。さあ、セット投手はグラブを手にしています。もうグラブ跳ねてね、2球目ボールが外れます。ライト方向に打球が上がってライト下がっていく、どうだ、ポール際飛び込んでいった、吉村右方向へのホームラン、今シーズン第3号、ライトポール際に運んでいます。いや、大前さんがね、はい、先ほど言われましたけどね、こういう選手がね、ベンチの選手が今日は途中から守備に入りましたよね、はい、内川選手の代わりにね、きっちりね、打席が回るところに置いてるんですよね。あ、なるほどね、そしてその選手の結果を出すんですね。まあ、ホークスの今年の最大の強みでしょうね、7点目が入っています。